はい、中年オタッキーです。コロナウイルスがね、どんどん感染広がってましてね、怖い時代になってきました。うちの会社ではね、この飲料をね、おすすめしてるんですけど、これなんか飲むとね、ウイルスとかに感染しにくい体になるという触れ込みらしいんですけど、嫁に聞いたらね、どうもその乳酸菌がいいんだと。これ乳酸菌が入ってるんですよ。B24 があるとかですね。で、なんか乳酸菌を、まあ、ちゃんとしっかり取っていくと、感染症に強くなったりするらしいんで、一定の効果はあるんじゃないかって言ってました。まあカメラと全然関係ないんですけど、今日の、動画は、あれどこ行った、さっきまであったのに、ここだ一番前に出してた。このカメラ、キャノネットジュニアをね、使って写真撮ってまいりました。それでは動画スタートしてまいります。はい、このキャノネットジュニアね、もうこう軍艦部にね、キャノネットジュニアって思いっきり書いてありますけどね。このカメラですね、発売がね、1963年、また1963年だな、昭和38年の4月、発売時の価格が11,800円で、1000ケースが1500円、フードが200円だったみたいですね。完全にね、もうプログラムシャッター、もう自動お任せっていう感じでね、ちょっとレンズフィルターを外して見やすくしましょうか。はい、こんな感じでね、これサークルアイ、セレンコ電池がついております。でね、一応ね、死亡率はね、見えるかな、ここね、オート、バルブ、ほんで、あと絞り値、こんだけしか選択できません。他はね、この一番根っこのところに、アーサー感度調整ダイヤル、ISO 感度調整ダイヤルですね、これがあるのみです。で、基本的に今回はね、全部オートで撮ってきました。レンズがね、キャノンレンズ SE40mmF2.8 というね、これどうもね、3群4枚、4枚玉テスタータイプなのかな、多分、のレンズがついておりまして、まあ F2.8、 ごくごく標準的な、明るさのレンズですね。で、フォーカスがね、マニュアルフォーカスなんですけども、ゾーンフォーカス式で、一応ね、距離計がね、ここに刻んであって、これがピントリングなんですけどね、ファインダーを除くとね、人1人、人3人、山のマーク、この3つがついておりまして、まあ1メートル、3メートル、10メートル、あと無限って感じの、4段階にピントを合わせ、まあ大雑把にピントを合わせて撮るような、カメラになりますね。で、ファインダーはね、逆ガリレオ式でね、倍率が 0.55 倍、そこまでね、いいファインダーじゃないですね。明るくもないし、ただブライトフレームはね、他のカメラと違って結構はっきり見えます。で、シャッター、ファインダーの下にね、シャッタースピード、現在の絞り値、現在の明かりだと、だいたいシャッタースピードがどのぐらいで切れるよっていう表示はあるんですけども、絞りがどのぐらいになるかっていう表示はありません。で、絞り値がね、マニュアルで決定されるんですけども、これはもうね、フラッシュシンクロの時だけですね。シンクロ接点が X のみということで、これキャノンミュージアムには、何も書いてないですね。多分30分の1なんじゃないかと思います。はい、でね、作例を見ていってもらうんですけども、とてもね、シャープな写りにはなってるんですけど、ちょっとね、露出系のセレンが弱ってるか何かで、露出がね、オーバーに、なっていくみたいですね。写りはとてもいいです。ただセレンが弱ってて露出がオーバーになるんで、逆光で撮ったね、写真が非常にいい感じになるんですね。だからこのカメラ、もしかしたらアーサー感度をもうちょっとね、
なんていうんですか、好感度寄りに、補正してやって撮ったらもっといい絵が撮れるかもしれないんですけど、カラーネガだったらね、ちょうどいい感じに、なっていくと思います。で、ジュニアっていう名前の由来なんですけど、この名前の由来がどうやら、値段が安いっていうだけなのかな。あとね、キャノネットのね、初代キャノネットに比べたらちょっとだけ小さいけど、十分でかいです。例えば、よいしょ、これ、アルファネックス6と比較してみましょうか。もう明らかにね、アルファネックス6、これ、オールドレンズついてますが、アルファネックス6の方がちっちゃいんですね。明らかにちっちゃいですよね。はい、でっかいカメラになります。もう一眼レフとね、変わらないぐらいのね、大きさのカメラになります。で、ちょっと面白くてね、これね、何度でも巻き上げできるんですよ。壊れてるわけじゃないんですよ。でね、シャッターは押せないんですよ。これね、こんな構造のカメラ初めて見ました。ここにね、スプロケットがあるでしょ。これがね、送られないとシャッターが切れないんですね。よっ。つまりフィルムがね、入ってフィルムが吸収されないとシャッターロック解除されないんです。やった、切れた。これ壊れてるわけじゃないんですよ。ジャンクコーナーとかでね、シャッターロックがかかってる、これシャッター動かないってね、思う人多分絶対いると思うな、これ。フィルムが入ってね、フィルムが走ることによって、初めてシャッターロックが解除されます。つまり、これ、やりにくいな。やりにくいぞ。そのうちね、ほら、あれこれが回んなくなるはずだ。まだだな。よいしょ。あれ、さっきまでうまくいったのにな。回らない。うまくいかないな。止まるはずなんですけどね。ちょっと、フィルムが入ってないと再現できないですね。ちょっと変わった構造ですよね。これ通常はね、だいたい、これ、巻き上げレバーを一回巻いたら、もうその巻き上げレバーが、ロックがかかって、ほんでシャッターが切れるとなるんですけど。あ、今切れるのはどういうことだ。何回分か送っちゃったか。よくわからないですけど、通常はね、シャッターロックがかかってます。ジャンク品とかでね、シャッターが切れない、やつがいたら、これ故障品だと諦めずに、ちょっといろいろいじってみてください。フィルムを入れるとね、切れるようになったりします。ですね、このカメラのね、利点というか、とりあえずね、ピント合わせだけで撮れるっていうね、簡単は簡単です。クラシックカメラのね、登竜門みたいな感じで、いいんじゃないでしょうかね。で、カラーネガだとね、露出が多少ね、ずれてても映るし、1回目1本撮って、どっちか露出がどっちかに触れてたら、自分なりのね、補正を入れてね、2本目から撮るといいんじゃないかなと思いますね。映りはとてもいいと思います。セルフタイマーとか何もないんで、その辺はね、ちょっと、ジュニア、簡略版ということになるんですかね。はい、今日の動画はね、ここまでちゃうわ。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラじゃないですね。すいません。投稿写真、のコーナーになってまいります。まず1枚目、トップバッターはね、初投稿ですね、多分ね、スケさん。タイトルはね、運動日和。撮影機材はね、富士フィルム X プロ1、レンズがね、AI ニッコール 200mmF4 で撮影されたということです。200mm 単焦点でね、このね、桜並木をね、撮るというのはね、非常に有効な撮り方だと思います。すごいいい写真になってますね。200mm ぐらいのレンズで撮ると、その圧縮効果が高まってね、より桜がたくさん密度が高く、映るんですね。皆様もね、これぜひお試しください。望遠レンズを使って桜を撮るのは全然ありです。はい、スケさんね、いい写真ありがとうございます。次がね、
和賀さんの投稿、タイトル雪の C57、カメラペンタックス敬語、2870F4 のレンズ、近所に展示してある SL なので引くと昨夜掲示板が映り込んでしまい雰囲気出ないので目いっぱいフレーミングしましたということで、これいいと思います、いいと思います。僕だったらね、ぶっちゃけた話もっと寄りますね。もう煙突とね、そのこれ何ですか、ネームプレートっていうんだっけ、 C5726番って書いてある、この辺だけアップにして撮ったりするかもしれないですけど、これもね素晴らしくいい。もうね、黒いボディにね雪がね映り込んで素晴らしい写真だと思います。和賀さん、なかなかいいですね、ありがとうございます。はい、次がね、イクオさんの作品2枚、1枚目はタイトルで、トイレ休憩、2枚目が、配線跡の駅、どちらもこれカメラはね、アサヒペンタックス ME かな、レンズが、SMC ペンタックス F3580F4 から 5.6、フィルムがね、富士ネオパン100アクロス、車体アクロスかな、シャッタースピード優先125、絞り5、あ、ちゃうわ、シャッタースピード125、絞り 5.6、焦点距離は 50mm ですね。つくばリンリンロード、自転車で走ってきたときに撮ったということで、これ、配線跡がね、自転車、サイクリングロードになってるんですね。駅の構造物までね、残ってて、これ、なかなかね、いい感じになってますね。これ、自転車、でね、カメラを持ってね、撮り歩くとね、結構いい感じで写真撮れるんじゃないですかね。ホームまで残して、サイクロードにしている配線は関東では珍しいということでね、つくば鉄道配線、あと、お、サイクロード、つくば鉄道配線か、ということで、関東の方ね、コロナウイルスのね、感染騒ぎが収まったらね、訪れてみてはいかがでしょうかね。はい、写真の方はね、アクロスらしいね、ちょっと柔らかな感じでね、撮れていて、天気はそこまで良くないのかな、これは。はい、イクオさんね、ありがとうございます。ちょっとね、ちょっとテンパってるんですけどね、今日ね、夢旅人さんかな、次が。夢旅人さんの作品紹介。1枚目のね、タイトルがね、雪桜。キャノン、EOS 6D、レンズがね、キャノンズーム、35135F4 から 4.5。2枚目がね、殺生石って読むのかな、これ。パナソニック DMC-GF1、レンズが G バリオ、標準レンズ14から42、F3.5 から5.6ということで、これ、雪が降った日に桜をね、1枚目撮ったんでしょうけど、それよりね、目立つのが、その水面から湯気が上がってるところですね。雪も、まあ、映ってる方は映ってるんですけど、水のね、温度が下がった時にね、その水面からね、湯気が出るという現象をよく捉えておりますね。光がないのはしょうがないですね。もう雪が降ってる時なんで、その、いかに雪をね、生かすかっていうところになりますね。まあ、気温が低い感じが よく撮れてると思います。2枚目の殺生石って、火山かなんかですかね。書いてある。栃木県温泉神社下にある有名な場所ですということで、夢旅さん、ありがとうございます。次が、国さん、国さんの作品と、紹介ですね。タイトルがね、上海ワイタンの今ということですね。ワイタン、外などって書いて、外などって書いてワイタンって読むんですね。組写真3枚、日没前に撮りましたということで、カメラがね、ニコン F4、レンズ AIF3770 3770ってあるのかな、3570かな、F2.8 イルフォードパン400です。コロナ問題で外出を止められているので人は少なく、みんなマスクをしています。世界未曽有の危機ですが、皆さん一致団結するんだけど、あ、これ普段はね、もっと人がたくさんいるんでしょうね。国さんね、上海ということですが、中国はちょっと落ち着いてきたのかな。全部ね、その若干広角で撮られててね、風景写真のね、ツボを押さえてるような写真になっておりますね。これ光はないんですけど、そのコロナウイルスでね、その閑散とした街を撮るということで、そのなんかイメージに合った写真になってくるのかな。いい感じで撮られてると思います。はい、国さん、ありがとうございます。今日のね、作品投稿のコーナー、まだまだちょっと待機者多いんですけど、ここまで、次こそ俺のカメラのコーナーになってまいります。すいません。
はい、今回の俺のカメラ、1名の紹介、初投稿ですね、これ、ね、菊内さんの、俺のカメラ、FED2、これコピーライカなのかな、ちょっと調べりゃよかったな、多分中国製のコピーライカだと思うんですけどね、これレンズが、これレンズもオリジナルのレンズみたいですね、ライカっていうのはね、第二次世界大戦が終わった直後にドイツが特許を放棄させられて、世界中でねコピー品が作られたんですね。まあライカとかローライもそうですけどね、レンズから本体までね全部もうそっくりそのままコピーっていうカメラも多かったみたいですけど、で先日ねこのカメラ FED2、中古で購入しましたがシャッタースピードが変わらない不具合があったので自分で直してみましたという、うまく動いてるみたいなので嬉しくて投稿しました。映える写真が難しかったので余計なものもバラした時の写真をね、これよく元に戻しましたね。まあ、でもよく見ると部品点数は少なくて比較的単純な構造なんですね。多分これライカも同じ構造だとは思いますけどね。はい、菊内さんありがとうございました。ちょっと俺のカメラのね投稿がちょっと今減っておりますのでまた投稿お願いします。はい、次はねやったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナー、今回は夢旅人さんの、やっちまったになるんですけどね、これキャノンのデミ、EE17 ですね、高い方ですね。ハードオフでねシャッターが切れない巻きレバーが動かない症状があり悩んだけど購入、自宅に戻り、僕のライブを見た後バラしてみました。ライブでねちょっと話してましたよね、カバーが外れたまでは良かった、この後、レンズを外したまでは良かったカバーを外してレンズを分解しようとネジを緩めてで撮った時にピンを折ってしまい万事休す、さらにレンズを見て真っ白状態、せめてと思い元に戻そうと組み立てたら巻き戻しレバー近くにあるバネを変形させてしまい、せっかくのキャノンデミが完全部品取りになってしまいましたということで、ジャンクカメラを復帰させる道はどうです。いやね夢旅人さんこれまあ言うたら授業料とお前はいいんですよもうしょうがないです。ほんでねその後にねヤフークでねデミを落札してこちらは稼働品だったみたいですね。シャッターも切れて巻きレバーも OK ですということで、最後にね、デミとねオリンパスペンをね比較する写真も送っていただきました。だいぶねこの、デミの E17 でっかいんですよね。まあこの当時のカメラってねその絞り値開放絞り値が明るければ明るいほど偉いという風潮が、ありましてね、ユーザーもねより明るいレンズを好むということで、キャノンのねデミは E17 っていうのを出してきたんですけども、キャノンデミの初代あれ F2.8 だ、そちらでもね十分いい写りをします。デミのね稼働品、たくさんね、フィルムが 倍の枚数撮れるんでね、36枚撮りの72枚撮れるんでね、ちゃんと動くやつがあったらぜひぜひ使ってみてください。夢旅人さんねありがとうございました。今日の動画はここまでになります。ちょっとねスケジュールがねもうむちゃくちゃ忙しくてね医薬品の輸送も爆発してますしね、その他も飲料もすっごい動いてるんですよ。仕事が忙しくなってちょっとスケジュールが、きつくなってるんで、適当な動画になってしまってますけども、週末のねその東京とか大阪のね外出のね自粛とか、そういうのがあるのを考えてちょっと無理やりでも動画作っていこうかなと思って、今回アップしました。でねだんだんネタがちょっと苦しくなってるんですよ。その結局スケジュールが苦しくて写真撮る暇がないもんで、だんだんネタが苦しくなって、今日もねちょっと曇りでね桜の写真、桜咲いてるんですけどもう曇りだしな、また曇りかみたいな、花曇りっていうらしいんですけどね、昨日はねちょっと群馬県でちょっと撮ったんですけど、今日の四国はどうも写真撮れそうにないですね。うん、難しいね。そんなわけでね、次の動画、どうなっていくか分かりませんけど、一応ね一応だけね写真撮り切って、こいつじゃねえやどこ行った、こいつだ。
これ、キャノンオートボーイ2ね、ワインダーがついててバシャバシャ撮れるんで、もう無理やり撮り切っちゃいました。どんな写真が出来上がってくるかちょっとわかんないです。もしかしたら全然撮れてなかったりしてね、わかんないんですけども、次の動画にしていこうと思います。今日の動画はね、ここまで、皆さんね、ちょっと本当にね、感染しないようにご自愛ください。徳島県もね、新しく感染者が2名増えまして、平和では若干なくなってきたんですけども、東京、大阪、神奈川もものすごいことになってるんでね、本当にね、僕手袋とかもいいんじゃないかなと思うんですけどね、結構ね、接触感染多そうなんで、マスク、手洗いだけじゃなくて、もうそもそも手袋して、毎日手袋洗濯するとか、そんなんじゃダメかな。何せよね、最大限の注意を払ってね、感染防止に、お願いしますね。感染しないようにお願いします。はい、それでは今日の動画はここまで。この辺にね、チャンネル登録ボタンまた出てきますんで、チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。またね、いいねボタンもね、どんどん押してください。よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。次の動画をお待ちください。それではまた、さようなら。